こんばんは、勝則です。撮り直しです。うかつにもカメラ落としてしまいました。壊れなくてよかったです。撮り直しです。サムネイルは鳥ポン酢です。鳥を湯引きしてポン酢で和えてます。鳥ポン酢です。で、主食は釜揚げうどん。おかずは鶏野菜炒め、キャベツともやしですね。こんな感じです。はい、肝心の体重測っていきます。もう落とさないように気をつけます。はい、電池も消耗してるし、早めに取っちゃいます。昨日はね、ピーナッツ食べましたから増えてるはずなんですよね。はい、思いっきり増えてます。まあ冬で乾燥してるのもあるんですけど、肌がね、荒れて、乾燥して荒れてるので、はい、体重56.5、体脂肪率13.8、体重56.5、700g、500-600g 増えてますね。体重56.5、体脂肪率13.8、基礎代謝1313、内臓脂肪レベル5、筋肉量46.2、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.5、600g 増えてましたね。体重56.5、体脂肪率13.8、基礎代謝1313、内臓脂肪レベル5、筋肉量46.2、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.5。はい、もう一度。サムネイルは鶏ポン酢です。鶏の湯引きをポン酢で和えてます。釜揚げうどんです。野菜、鶏野菜炒めです。以上です。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。失礼します。